皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は今この時期であんまり外出ができない、リハビリ、ツインリハとか行けてない人たちのために家でできるストレッチをちょっとご紹介していこうと思います。私の兄がトレーナーするんですけど、何か言いたいそうなのでどうぞ。何か言いたいって、なんか文句を言いたいわけじゃないんだ。皆さんこんにちは、トレーナーをしています兄です。今日は車椅子ユーザーさんのためのストレッチ体操を紹介しようと思います。外出を自粛している皆様の中には、やはりお家で運動ですとかストレッチができなくて困っている方もたくさんいらっしゃると思います。ですので、そういった方に向けて今日は動画を作成しようと思いました。どこの筋肉をストレッチするかと言いますと、1つ目が胸の筋肉、2つ目が肩の筋肉、肩の前の筋肉、これ一緒に伸ばします。3つ目が腸腰筋、上半身と下半身をつなぐ大きな筋肉、この3つの筋肉をストレッチしていきます。なぜこの3つの筋肉をストレッチしなければいけないのかと言いますと、車椅子ユーザーさんは基本的にずっと座っている状態です。となると上半身と下半身をつなぐ、ここの筋肉が常に短くなっている状態、これがずっと続くわけです。そのまま硬くなってしまって、じゃあ立つリハビリをしましょうとかってなった時に全然伸びてくれない。そうすると腰が曲がった状態になってしまう。でもう一つ、肩の前と胸の筋肉なんですけれども、座ってるということは、体幹が使えないっていうのもあるんですけど、背中が丸まってくるんですね。そうすると胸の筋肉と肩の筋肉が短くなってるでしょう。そういった状態がずっと続いて、そのまま硬くなってしまう。そういったことを防ぐために定期的にストレッチをしなければいけません。じゃあそれでは実際にやっていきましょう。じゃあ最初に胸と肩の硬さをちょっとチェックする。はい、だから万歳してください。はい、万歳。はい、じゃあ前見て。前見て。痛くないところ。痛くないところ。今こんな感じです、はい、今こんな感じね、はい、こんな感じ。これがストレッチ後どうなるかっていうのを見ていきます、はい、それでは胸と肩の前のストレッチをしていきます、はいはい、まずはタオルを準備してください。こんぐらいの長さです。こんぐらい、だいたい1メートルとか90センチとかで、このタオルだいたい肩幅より少し広いぐらいで持ってください、うん、はい、でこのまま後ろにこう伸ばしていきます。腕を上げていって、はい、後ろに腕を引いていきます、うん、こういう感じね、うん、こうすると胸と肩の前がストレッチされます、はい、ポイントは何かというと、まずは一度上にしっかり伸びてあげること、伸びてから後ろに引いてあげること、これがポイントになります、はい、あとはできるだけ肘は曲げない方がいい。ただ痛みがある方、肩とか首とかに痛みがある方というのは、少し曲げて緩めてください、でこの状態でこう伸ばしてください。これは人それぞれですので、やっぱ痛いほどはしない方がいいってことね。痛いほどはしない、気持ちいいくらいでしてください、はい、でそれでも痛みがちょっと出るんだっていう方は、今度は手の幅を広げてください、これで調整してください。あとは、車椅子ユーザーさん、こういったストレッチするときに、後ろに倒れてしまいそうになる方いらっしゃると思います、そういった方っていうのは一度しっかり上に伸びること、これをちゃんと意識してください、上に伸びながら後ろにこう引き寄る感じ、最初から後ろにブーンってやっちゃうと、こう倒れやすくなるので、必ず少し背伸びして、胸をしっかり張って、その状態から後ろにこうやってやってあげる。このストレッチの時、呼吸すごく大事です、息止めてしまうと効果が半減または逆効果の場合があるので、呼吸はゆっくりと自分のペースでいいので続けてください。はい、それで10秒から15秒やると。何セット？1日3セットしたい。1日3セット。じゃあ1日朝10秒1回、昼10秒1回ってこと？それでもいいから。へえ。最低そんぐらいやってほしい。はい。じゃあ1回やってみよう。はい、じゃあやってみよう。はい。最初は肩幅よりちょっと広め。じゃあそれでぐーっと上に伸びて、背伸びして少し後ろにぐーっと、そう、気持ちいいぐらい。はい、じゃあここで10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58、59、60、
5、6、7、8、9、10、はい、OK、1回休む。ちょっともう2セットやってみよう。もう一回いきます。はい、息止めないようにリラックスして。はい、リラックス。どこ伸びてる感じする？この肩のここの付け根、付け根ぐらい。胸の感じはどう？うん、少しじゃあ肘曲げてみよう。肩の痛みとかはない？はい、はい、はい、じゃあ行きます。自分で探してみ。胸が伸びるな。後ろじゃないな。もうちょい上に伸ばしながらやってみ。そう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 、うん、そうするとちょっと胸の感じあるでしょ、うん、はい、行きます。ここは10秒10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、OK。 人によって肘曲げた方が胸の感じがあるとか、うん、肩の感じがあるとかって違う。この肘の角度でね、人それぞれ違うんだ。そこは探してもらいたい、できれば。じゃあさっきと同じように万歳してください。スッとこうやってやると、はい、いいね、うん、まあ分かる通り、さっきより、そうそう、手が上がりやすくなっているはず、うん、めっちゃ上がる、うん、これ胸と肩の前の筋肉が少し、ね、ほぐれましたよと、柔らかくなりましたよっていう証拠、うん、OK？ このステージ分かった？はい、 OK。 はい、それでは次は腸腰筋のストレッチしていきます。腸腰筋はお腹の大体、お腹のこの辺かな、上半身から下半身にかけてついている筋肉で、ちょっと今からテストしますので、ちょっとお前やってみてください。寝る、そう、そうすると分かりました。ちょっとこう今こう引っ張られたの分かりました？分かんなかったな今、分かりづら、分かりづらかった。まあピクってこう動いてるからな。腸腰筋が硬いとこうやって引っ張られて、このように浮いちゃうわけですね。ストレッチをしていきます。はい、一番簡単なのは伏せ伏せになることです。こうやって万歳してあげるだけで、うん、本当これだけでいいです。まあ、重力を使って、また自分の体重を使って、うん、ここを伸ばすことができる、うんうんうん、ね、で、さらに余裕がある方はこう肘を使って体を起こしてみましょう、うん、で、さらに余裕のある人、手をここについていきましょう、うん、こういうこと、うん、ただここでの注意点は、うん、後ろにこうのけぞろうとしないこと。あ、そうなの？そう、後ろにこうやってやるとすると腰を痛める可能性がある。確かに。だからやるとしたら少しおへそを前にこう向けてあげようみたいな。こういう感じ、胸を前に出そうとか、そういう感じ、うん、後ろに行こうなとかしなくて、うんうん、だから痛みを感じない人、うん、おへそとか、うん、胸よりして感じないような人たちは、うん、肘つきまでで止めた方がいいかもしれない。なるほどね。ストレッチというのはあくまでも気持ちいいぐらいの強さでやってあげることが大事、うん、それが大前提。はい、はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、うつ伏せになってください。ここが浮くんだよね。浮くでしょ、うん、浮くっていうことはその分硬くなってるってこと。でもさ、左右差ない？左右差はいつもあると、はいはい、じゃあそのまま万歳しましょう、うん、そうするとさらに伸びるはず、はい、でイメージでいいから指先と足先を遠くに伸ばすようなイメージ、グーッと、はい、これだけちょっと伸びてるの分かる、うん、はい、そのままゆっくり10秒いきましょう。呼吸はゆっくり大きく繰り返す。で、吐く。はい、OK。じゃあ今度は肘つきやってみよう。肘をついて、そう、少し上体を起こしてあげる。じゃあ10秒数えます。呼吸そのまま。はい、OK。あれは？あの、反り腰体操を教えなくていい？セットじゃないの？腹筋が弱いと反り腰になるわけだ。そう、でも結局車椅子ユーザーさんはさ、腹筋が弱いよ。弱いよ。腰痛めやすくなるわけでしょ、反り腰になる。そうです。もう全然計画にないことを言い始めてな。まあ、じゃあ寝るんだったらなんか、じゃあ腰のストレッチそのまま後ろにゴローンってしてあげれば。危ね、危ね、もっとゆっくりせ。
まあ、これで膝抱え、まあ、お布団の上とかでもいいや、柔らかいところで、こうすると、まあ、腰が伸びますよと。そう、これ何秒するんだっけ。いやいいよ、こんなのもなんか今日の一日の思い出振り返りながらやってもストレッチ嫌いな人たちにじゃあ20秒やってください、30秒数えてやってくださいって言ったってやりたくないんだから、うん、嫌なのみんな。そうだね、固い人ってやりたくないのストレッチ、うんうん、そういう時はじゃあテレビの CM の間とか、うん、考え事しながらとか歯磨きしながらとかながらストレッチでもいいからやってあげる、うん、そうすると気づくと1分とか経っちゃうから、だからそういうのでいい。はい、では今日はこんな感じで家でもできるストレッチ、自分一人でできるストレッチを紹介しました。外出ができなくて家でこうお菓子食べたり YouTube 見たりしてるだけだと体がどん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 太っちゃうし固まっていくので、ぜひやってみてください。いいですか。あとは、いいです、はい、ではこんな感じでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。何かあったらコメントください。まずは上に引き上げてから後ろに。ごめん、なんで全然取れてなかった。なんでだろう。ちょっと待って。何本動画撮ってんの今まで。え、待って。全然。マジ？